はい、皆さんこんにちは、中尾です。今回は GGGP2024 予選出場チーム紹介第2弾です。そして紹介するチームは CR シャイニングガンダムのお二人です。というわけでこのお二人なんですが、先日のオフライン予選にも出場してくれておりました。機体はシャイニング、そしてユニコーンガンダム3号機フェネックスということで、まあ、分かりやすい低コストペア、そして前に出るシャイニング、そして後ろから後衛でシャイニングガンダムをフォローしていくフェネックスといった機体コンセプトのはっきりしたチームかと思います。いただいた一言コメントでは、どんな敵にもワンチャン掴んで頑張りますというところで、まあこの機体らしい一言というところではあると思いますが、まあ何ですかね、その大会自分たちより強い敵にも負けないように頑張りますみたいな意思が伝わっていいですね。応援したくなりますね。と言っても実況は平等なんですけどね、ご了承いただければと思います。はい、というわけで試合の方移っていくと、お相手はダークアンド、そしてケルディムと、まあ普段の、オンラインの対戦からやっぱり結構大会直前になってくると大会準備なのかなっていう組み合わせと当たるのをよく、自分もね後ろで見ております。対戦はしておりません。はい、シャッフルなんで、ね、はい、というわけで、まあ、ダークハウンドとかどうなんでしょうね。今の環境だとフェネックスどうなんだろう。足が止まるのが排入あたりとかは少しやりづらそうななんかイメージですけど、まあ、インフィニットジャスティスも攻められたらちょっとめんどくさそうな感じもありますが、まあ、フェネックス自体今回そのメイン射撃とチャージショットをが弱体を受けているんですが、その他はまあ底上げみたいな感じなのかな。まあ、シールドが味方に取り付くまで速くなっていたり、機動力が良くなっていたり、変形中ステップが踏めるようになっていたりみたいな感じで、まあ、自衛面だったりなんか細かい相方をフォローするのに欲しいよっていうところが、なんていうんですかね、底上げされてるイメージなんですが、今の大会というかこのなんていうんですか、バージョン環境ではどんな感じなのかちょっと気になりますね。直接インタビューができるタイミングがあればしてみたいところではあります。さあ、というわけで画面に戻ってみると、相手のコストはもう残り500というところで、この後は高コストバーストを使って攻めてくると思いますが、バーストを使ってゼロ落ちを狙っていく。このペアはフェネックス側がベイさんがゼロ落ちなんですかね。まあ時と場合によってっていうのはあると思いますが、ここはメインが当たったのかな。アシストを引っ掛けてバースアタックで決めていく。というわけでまず1試合目はこんな感じでした。はい、では続いてシャイニングガンダム視点でお送りしていきましょう。こちらは修行中のミさんの視点となります。先ほどでは前衛を務めておりましたが、相手の機体によってまあ、その何ていうんですか、2落ちそれとも1落ちずつみたいな決め方がおそらくあるんでしょう。まあ今作今のバージョンでいうと排入に対しては序盤かなりシャイニングが前に出ていくことになると思いますが、そのあたりで体力がどのように残っているかみたいなあたりでもおそらく戦略の変更だったりがあるところでしょう。さあ、スーパーモードには勝者を食らってかなり痛いスタートになりますが、やはりシャイニングといえばバースト中ですよね。やはり明鏡止水が絡んでくるとかなり試合を大きく逆転するタイミングにもなりますんで、さあ、ただここは相手はうまく抑えている。バーストは残せているので、この後フルに回すのか、それともすぐ発動していくのか、シールドして少しでもバーストの時間を長くしたいところ。ここは美味しいサブ射撃から相手の強心を咎めることができた。そしてレイダーが落ちているので2対1の状況、お守りついている、ありがとう。ワースアタック減りすぎめちゃくちゃ減ったな。さあ、これがやはりコメントでもいただいたワンチャン使いますよというところでしょうか。なぎ払ってやっぱりね、スーパーモード凄まじいスピードでゲームが終わっていく一気に畳みかけて排入を撃墜と、見事な試合ありがとうございました。続いて3試合見ていきましょう。続いて3試合目は再びフェネックスベイさん視点になります。この2人ですね、そう、実は前作クローブでのキューボでどうやら
出会いを果たしたようで、そこから意気投合してホールドキューボではなく2人で組んで、まあ、大会に出るまでやり込んでいるということで、これねバンダムさん聞いてるかな、バンダムさんまで届いてるかな、キューボから生まれます、今だこの時代に、素晴らしい。なんか昔のゲームセンターだとなんかそういう出会いってあったと思うんですけど、今なんか直接知り合いの知り合いとかじゃないとなかなか縁というかつながりができないっていうのがなんか自分の中の認識だったんですけど、キューボからねまさか運命の出会いがあるということね、これちょっとね自分もね驚いて、まあまりの感激のあまりこう2番目の紹介にさせていただいたんですけど、いや結構ねその全く知らないところから一緒に組むって結構その気まずさだったりなんか遠慮しがちだったりみたいな、なんか普通の友達と遊ぶよりちょっと難しいところあると思うんですけど、なんかキューボその何ですか、一度きりのデイだからこそ気軽に対戦できるみたいなのあると思うんですけど、まさかそっからねこの大会に出るまで発展するなんて、よっぽどその何て言うんですか、お互いのやりたいことだったりね息が統合したんじゃないかというところなんですが、なんでねぜひトーナメントというか予選でも活躍していただきたいんですが、どうなんだろうな、後半の部ではもう一回出てくれるのかな、ちょっと気になるところなんですが、さあというわけでフェネックス引き続き光栄として頑張っておりますが、ここで相方が2期目撃墜されてしまう。ただ相手もねもう2期は落ちれないので、シャイニングのねバーサ怖いでしょう。さあスーパーモードに入ったのを見てからサブチェンキを飛ばして取り付くまで確かに早いですね。味方シャイニングガンダムの方に飛んでっているのが見えないぐらいには早い。さあシールドして耐えているところにはシャイニング援護してくれるが、ここはうまく取れず、確かにライジングフリーダムとか機動力高めの低コストには食らいつくのバースト中じゃないと難しそうですね。さあ格闘で援護をしながらインフィニットジャスティスにプレッシャーをかけていくが、ここはブーメラン置いてあった。さあダウンまで持っていかれてしまい、相方一人だと攻めきれないので何とかして援護してあげたいが、バーストがそろそろこちら終わる。ただカバーリング、相方の修行中のミさんに全てのバーストを託し、画面外ではありますが面と決めてくれている。まさにこれがね大会とそしてフランのオンライン試合での勝ち筋なんでしょう。では続いて最後の試合見ていきましょう。流れるように4試合目に入ってきましたが、この2人が意気投合した理由の一つとして、まあ、シルビー覚醒気持ちよすぎんだろうというのが一つの要素だったようで、これねどっちなんだろうね、 V さんフェネックス側が言っているのかシャイニング側修行中のミさんが言ってるのかわからないんですが、これねベイさんが言ってるんだったらなんかシャイニング側が言ってるならねわかるんですけど、まあそのなんていうんですか、かっちりとハマった瞬間が気持ちいいという感じなんだろうか。さあ両方気持ちよくなれているということでね、1人のバーストで2人が気持ちよくなれるなんてなんて素晴らしいことなんでしょう。というわけで4試合目早くもめちゃくちゃ体力が動いていますが、さあここはスーパーモード味方ごとなぎ払ってバーストで、もっとこれは噛み合ってしまった、打ち上げダウン、そこからどう拾い直す、お守りが飛んでくる、ありがとう。さあ一気にフルクロス落とすところまで、確かにねフルクロスとか排入とかやっぱり今次元乾燥機、おおマジ下角とで迎撃して、さあカウンター気味に決めましたが、カバーリングからここはバーサタクで落とされてしまうと。さあこの状況をどう立て直していくんでしょう。まあ2500コスト2000コストなので耐久が大きくオーバーヒートで減るわけではないんですが、さあバーサが溜まっている、これフルに持っていくのは相方に先に入ってもらわないと難しそうなところではありますが、ユニオフラッグさえ落としてしまえばバーストアタックが絡めば2機目一瞬で落とせそうなところ、シャニングフィンガーは止められて、さあ一気に80までフルバーストがあるので耐久は100を超えるほどに回復しますが、バーストアタック決めている、くるくる回ってるフェニックス、でもうまく止めてる、相手のフラッグもしっかりと弾幕を絶やすことなく追い続けた。え、これ攻め、もしかしてシールド、シールド読み合ってメインからメン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 、まだ攻め系になっている、これはもしかしてそういうことなのか、一瞬で試合が決まってしまう、なぎ払いからバーストアタックこれがシャイニング2000コストになったというのをフルに生かしてる試合になりましたね。コスパがとてもいい。
さあ、というわけで4試合続けてお送りしてきました CR シャイニングガンダムでした。はい、というわけで GGGP2024 予選出場チーム紹介第2弾をお送りしてきたわけなんですが、まあ、前回はコタングがゲストに来てくれてたんですが、一人の時はこんな感じで、いただいたアンケートから、まあ、なんていうんですか、このチームの情報を喋りつつ皆さんに知っていただければなという感じで動画の方を作ってまいりますので、引き続きぜひね、この紹介を受けて、お、このチームあっちと思ったプレイヤーにはね、ぜひ応援の声を届けていただければと思います。続いて第3弾、たくさんね、今動画の方いただいておりますので、すぐ作っていきたいと思います。皆さん楽しみに待っててください。それではまた第3弾でお会いしましょう。さよなら。